チュソバヤ川は、ロシアのウラルサンガミアク周辺のチェリャビンスク州、スベルドロフスク州、ペルミ地方を流れる河川で、鎌川の左支流である。長さは 592km、流域面積は23000平方キロメートル。川の名は、コミイコールペルミアク5で、早い水を意味する、チュスワがロシア語化したものである。月末から月初頭にかけて凍結し、 4月半ばから5月、初めに氷が溶ける。4月半ばから6月半ばにかけては、雪解け水や溶けた氷により増水する。主な支流には、メジェーバやウトカ川、セレブリアンカ川、コイバ川、ウスバ川、レドバ川、リスバ川などがある。支流のうち、クミッシュ川は途中で地上から消え、6キロメートルにわたって地下を流れることで知られる。 川沿いの主な町には、ペルボウラリスク、ポレブスコイ、レブダ、チュソボイなどがあり、チュソボイには、河川港もある。チュソバヤ川は、中部ウラル山脈の低い丘陵地帯に発する。水源は、ベルフニウファレーの 10km 北東にあるマーロイエ、チュソブスコエオゼロという場所にある。そこから、ウラルサイロクを北西方面へ流れ、 スベルドロフスク州に入りいくつかの工業都市を通って、ペルミ地方に入る。チュソバや川の水は、工業用水などに広く利用される。特に、レブダの上流で川をせき止めている、ボルチヒンスキー貯水池及びベルフネーセスキー貯水池から、用水路で引かれる水は、ウラル地方随一の工業都市エカテリンブルクの工業、などに利用されている。エカテリンブルクは、 ウラル登録の伊勢地川沿いにあるため、この用水路は、ウラル山脈西側のヨーロッパに属する、ボルガ川流域から、ウラル山脈東側のアジアに属する、帯川流域へと結んでいることになる。これらの貯水池は、エカテリンブルク市民の憩いの場としても親しまれている。ペルボラリスクからは、谷間が狭まり、川岸は険しくなり大きな岩が目立つようになる。 ペルミ地方に入って、チュソボイ付近からは西へ曲がり、川の谷間も川幅も広くなる。ペルミ市のすぐ北で、鎌川の巨大なダム湖、鎌湖へと合流しており、チュソバヤ川の下流 90km ほどはこのダム湖によって大きな入り江となっている。チュソバヤ川には、川沿いに多くの巨岩があることでも知られ、20世紀初頭に、 セルゲイ・プロクジンゴルスキーが撮影したカラー写真にも多く収録されている。これらの岩の多くには名前が付けられているが、春の増水時には高校に危険となる岩もある。チュソバや川上流のウラル山脈は標高が400メートルほどと低く、斜面を越えると簡単にウラル山脈の東側に行くことができる。 1558年に鎌川からチュソバヤ川流域の広大な土地をサーリから賜った豪商グレゴリー・ストロカノフはチュソバヤ川の上流からウラルの東部へ進む遠征隊を組織した。これがロシア人によるシベリア征服の端緒となった。ありがとうございます。